感謝いたします。はじめにお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの心からもいただきます。証の時をありがとうございます。さらにあなたをお教えたかに導いてください。イエス様に何よってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。感謝いたします。この私はですね、あと都の城で起きた神様の技ということからもですね、お話しさせていただきたいというふうに思うんですけども、12月頃ですね、都の城の方から、ある一本の電話がありました。でそれは何かと言いますと、このゴスペルの教室を都の城で開いてほしいっていうこの電話だったんですね。で、初めはですね、すごくその電話があった時にハレルヤと思ってですね、すごく嬉しくてですね、で特にこの今年は新年においては、喜びの声を上げるってことを語られていたので、これはポイントだっていうふうに思ったんですけども、その後すぐですね、すごく恐れと不安がですね来たわけなんですけども、なんで都の城からいきなりそういったゴスペル教室をしてくださいっていうふうに電話があったのかと言いますと、都の城でですね、この聖会を行っている時に借りている場所があるんですけども、そこでですね、いつも、皆さん経験があるかもしれないんですけども、教会っていうことでですね、場所を借りるとなるとですね、借りれなくなったり、する場合が多いんですね。なのでそのところではですね、このゴスペルっていう名目で場所を借りていたわけなんですね。でその担当者の方が、その私たちがですね、いつも正解するときはゴスペルっていうのを借りているの で、宮崎でですね、その都の城でちょこっとカルチャーっていうですね、カルチャーの一環として、今回はゴスペルを学ぼうっていう企画があってですね、それで南さんたちがゴスペルで借りているってことでですね、ちょうどいいっていうことで電話がかかってきたんですね。で実際はですね、このゴスペルっていうふうに借りてますけども、礼拝し賛美をしてメッセージですねしてるわけなんですけども、向こうの方は一回もこちらの歌ってるところっていうのは見たことも聞いたこともないわけなんですね。にもかかわらず向こうから電話かかってきてですね、でさらにそこで恐れが来てですね、これは見心だけどもどうしようっていうですね、思いがあったわけなんですけども、その中でですね、神様に祈っていく中で民数記のですね13章なんですけども、このですね、30節のその時カレブがモーセの前で民を沈めていった、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから。でこれがですね、金曜日の徹夜祈祷会の時のちょうど箇所で、で語られたわけなんですね。すごく恐れがあったわけなんですけども、この神様が共におられるということですね。で踏み出すことに決めました。で実際その12月に連絡があったんですけども、行うのは2月だったんですね。先月だったんですけども、2回に分けてですね教室をしてくださいということで、それで、行いました。で1回目はですね、18名の方がですね、全員もうノンクリスチャンの方で初めての方だったんですけども来られました。で向こうの方がですね、その都の城の方が、そのカルチャーの一環としてなので、この大々的に宣伝してくださってですね、それで、新聞の広告に載せたりして、で来られた方にですね、ちょっと聞いたらですね、鹿児島から来ましたとかですね、いろんな場所から来られたりされてたんですけども、思いながらですね、すごいなと思いながら、で来られたわけですね。で1回目はですね、祝福受けたわけですね。それで恵まれました。で実際私はゴスペルのことをお話しして、で教会の方も一緒に来てくださってですね、で教会の方の一人の方がですね、そのゴスペルの発声とかですね、そういうのをしてくださって、私はしてないんですけどもですね、守られまして、で、2回目がですね、12名の方が来られたんですけども、この時ですね、2回目行く時にそのメインでそのゴスペルの発声とかですね教えてくださる方の体調がですね、前の日ぐらいになってすごく悪くなったわけなんですね。それで、熱が出たりしてですね、で喉が一番重要なのに喉も出なくなって、声も出なくなってですね、で私たちも、特にこの妻とかですね、歌う方に入ってたわけなんですけども、体調崩してまして、で私はですね、前の日になって急にこうちょっと
また恐れと不安です、行きたくないなっていうですね、そういう思いが来てですね、このどうなるかなと思ったんですけども、で2回目もですね、主が祝福してくださって、結局一番そのゴスペル教室で反響が良かったのは、そのいろんな大ハッピーデーとかですね、一般の曲も歌ったわけなんですけども、最終的に安らぎの歌がすごく好評が良かったわけですね。でもっと歌いたいっていう、最後にアンケートを出したんですけども、ほとんどの方々がその安らぎの歌を知りたいっていう、もっと歌いたいっていうですね、反響があってですね、で本当に神様が働いておられるなと思いました。でその中で、その、教室が2回終わってですね、その後別の日なんですけども、都城で盛会があったわけですね。でその盛会に、ゴスペル教室に来てくださった方がですね、一人の方が、ご婦人の方が盛会に来てくださいました。でその方はですね、最初2時半に盛会があるということをですね、伝えていて、で分かりましたということで言っておられたんですけども、すごく楽しみにしておられてですね、1時ぐらいからずっとその私たちが来る前から待っておられてですね、で2時半から盛会を始めたわけなんですけども、教会の方とですね、仲良くなられてですね、その、ある教会の方がですね、都城にこの道を迷われてですね、これな時間をオーバーしてしまってですね、結局その人のためにいろいろナビゲートしてくださってですねで初めての正解の方なのにですね、向こうの方がフォローしてくださったりしてですねすごいなと思いながら、でもその方はですね、後で聞いたら、その、その教会のですね、方に会ってちょっと話して、で CD を、欲しいって言われたので CD を受け取ったら帰ろうと思ってたそうなんですね。でも待ってて、もう正解は2時半から始まってたんですけども、セミナーが終わって3時から正解ですね、一緒に来られてですね、で共に正解の中で触れられたわけですね。で最後、ミニストリーの時に、その方は多宗教のですね、しておられるということだったんですけども、最初は受け入れの祈りはですね、拒んでおられたんですけども、最終的に受け入れの祈りをされてですね、ではっきり告白されて救われたわけですね。で本当に神様が技を成してくださったということをすごく回されています。でこの方はですね、今度はいつあるんですかってですね、正解においてもですね、教室においてもいつあるんですかということで言っておられます。で本当に神様がですね、成してくださった、神の技にですね、本当に感謝したいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの心から御たたえます。感謝してイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。